遠藤涼子の茶の間テレビ、いらっしゃいませ。第84回茶の間テレビ始まりました。前髪パッツンと切ってまいりました。美容師の友達にどんな風にしたいですか、前髪パッツンにしたいって言ったら、なんかその友達が、いやー、かわいい、かわいい、かわいいつって言って、お人形さんみたいつって、ここも切っちゃえみたいな感じで切ってもらって、すごいイメージチェンジしたらしく、みんなに、こっちの方がいいよ、絶対こっちの方が若く見える。若く見えるイコール若くないってことなんです。みんなに言われます。悲しいですね。若いよね、じゃなくて、若く見えるよって。でそれからハッピーハロウィンってことでもう終わっちゃったんですけどね。ハッピーハロウィンってちょっともう英会話の教室のオーナーなくせにちょっと発音下手なんですけども、中古先生にこう巻き舌を教えてもらえばよかったなって今更思う。クリスマスバージョンはちょっと教えてもらおうかなって、メリークリスマスを綺麗に言える英語で、昨日子供たちとやったんですよ。これトリックアトリーって言って暗いところでお菓子あげて、こう一瞬だったけどこうやったことに意味があるっていうか、子供としても思い出に残るかなと思って、こう帽子とか買ってこれもやってよかったなと思いました。秋ですね。紅葉、塩原の方はまだ上の方が綺麗らしく、もうちょっとしたらこっちの方も赤とか黄色とかなってくるんでしょうかね。なんか秋になると切ないですよね。なんだろう、ああ一年って感じですよね。なんかこう振り返る、年末って結構お店も忙しくなってくるし、街も行動するし、なんだろう、冬自宅いろいろ大掃除とか、あと年末のためになんか買いだめしたりとか、そういうのがあるってバタバタするから、12月って考えてる暇ないけど、こう11月に入ってくると1年経ったなと思って振り返って、まあ1ヶ月に1回ぐらい振り返ってるんですけど、私的にはほっと、今月ぐらいからすごくほっとしました、いろんなことに。本当にこう見た目で見てると分かると思うんですけど、すごくああよかったって、今の自分に出会えてよかったなと思います。本当に夏ぐらいの時はちょっとこう、夏ぐらいのインターネットテレビとかも写真とかも、もう自分の顔を見るのもすっごく嫌で、鏡なんて1週間に1回しか見なかったんですよね。もう化粧するのも何にもしなくなっちゃって、何にも、なんだろう、無気力で来てましたね。今自分の手入れが本当に楽しくて、この先週小瀬さんにやってもらったメヘンディ、お守りにもなる、これまだ綺麗に残ってますね、1週間経ったんだけど、見えないか光で、まだ綺麗に、綺麗な状態ですね。今ダイエットしてないんですけど、普通に過ごしてて、自然に体重も戻ってきて、本当におしゃれするのが楽しくなってきました。なんだろう、ああ自分は女だったんだなってまず思うし、なんだろう、前の自分がなんだろう、本当未熟だったなってすごく思います。なんか結構秋とかって私出来事が毎年多いんですけども、今年はちょっと本当に自分の甘さを知った年でしたね。もう二度と繰り返さないようにそしてこのなんだろう、変な、な自分が見た、やっぱ生き方でこう見た目って絶対に出ちゃうから気をつけようと思いました。っていうか、自分のなんて言うんだろう、こう生き方っていうか、もう身だしなみをちゃんとするっていうよりも、ちゃんとこう内面磨かないとなってすごく思いましたね。
で、そんなメヘンディとかもおしゃれもすごく楽しくなってきたってことはすごく良かったなと今充実してきたとこです。で、この小瀬さんがね先週やってくれたクシっていうお店を立ち上げました。出張でやってくれるんですよ。5×15 センチサイズで1000円から、出張料金500円でメヘンディやってくれますね。なんか書いて思ったことは、なんだろう、気持ちがやっぱりこうプラスになれますよね。こういうおしゃれをすることで、そういうのもあるし、もちろん見た目もいいし、で体に害がないヘナを使ってるんで、私も消えたらまたこれ書こうかなって、次違う場所か違うデザインで書いてもらおうかなと思っております。あとですね、月に1回大友さんっていうスーパー、県北では何店舗あるんだろう、すごい7、8店舗あるのかな、そこの大友さんに毎月1日ポイントがあって、カードの5倍例の日にうどんをおろさせていただいてるんですよ。その1店舗の焼いた店 でそこの大橋さんに、これお店によかったら貼ってくださいって言われたクリスマスケーキですね。もうクリスマス早い、もうクリスマスかよって。クリスマスね、早いね、ほんと。なんかさ、1年早いよね、ほんとに年取るたんびにもう35、来年36。でも今年は本当になんか急ぎ足っていうか必死に来てたから、もう来年こそはちょっと慎重に行きたいと思います。私なんだろう、スイッチ入ってバーって行動するのは自分の中でいいことだと思ってたんですね。でもそれもちろんいいことなんですけども、結構周り見えなくなるんだなっていうことに気づいて、見てるつもりが後で大人たちで言われると、なんかちょっと一生懸命生きてんだろうって言われますね。ちょっと、そこを考えて、もう36になるんで子供も大きくなってくるし、考えていかなくちゃいけないとこだなって思いました。あ、これやるの忘れちゃった。で、この間そんな大人の一人、島田さん、設計士さんの島田さんが、このクシのこのメヘンディ書いてる小瀬さんに書いた絵手紙、すごいですよね、上手ですよね。これ小瀬さん家で飼っているペットのワンちゃんなんですけど、3匹、すごいよね、これ上手ですよね。これをプレゼントするから置いといてって言ってくれて、言われて置いといてるんですけど、小瀬さん取りに来てくださいなんかこういうつながりも当たり前化してくると、本当になんか自然で、ここを起点にこうみんなが、じゃあ茶の間に集合して、なんかこういろいろ集おうとかやろうとか言ってくれることが本当に皆さんに感謝です。なんかなんだろう、今まで接客業やっててきて、今までのとこってやっぱりお客さん対は店員さんの関係性でしかなかったけど、ここで働くようになって、どん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 、なんだろう、みんなもここに来て、なんだろう、ほっとする場所になってくれてんのかなって思える感じがすごく嬉しいですね。なんかちょっとこう仕事前に一息とか、あとはちょっとこう疲れた時にふっとこう来て来れる場所、あとはちょっと誰かいるかなとか、期待感持ったりとか、あ、新メニューできたし、ついでになんかこうお土産も持ってってあげようとか、そういう心遣いとか、あとは
なんだろう、みんながみんな、なんだろう、そう、私のことも応援してくれてるっていうことをすごく、どん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 そうなっていくことが本当にありがたいなって思う今年でしたね。そう、あ、そうだ、いつだっけ、この間休みの日にお友達の伊藤優子さんっていうお友達にと那須にパンケーキ屋さん行きたくて、ずっと鎧塚シェフパティシエの、あの川島直美の旦那さんのが絶賛って言ってたパンケーキ屋行ってきて、その帰りにちょっとこう、もうずっと私もよむむってずっとむむってしてたことあって、うーん、ここまで出てるみたいな、それをこううわって発散できたことがありまして、あー、もうこれで私はちょっとこう自分らしく生きようって思ったことがあって、その後に帰り道にすごい大きな虹を見たんですよ。でダブルレインボーっていうんですか、今年ね、去年すっごい虹見たんですね。去年は何十回もで、本当にいっぱいいいことがあって、なんかこんなに私幸運を手に入れていいんだろうかっていうぐらいにいいことがあったんですよ。まあ、その時は気づかなかったんですけど、今思えば本当そうだなと思って、でも今年は本当に占いとか、私なんか悔しいんだけど、今年いいことないよってどこに言っても言われてましたら、本当に虹とかも見なくなっちゃって、だけど初めて見たんですよ今年、本当に大きな、なんかこう何回も写真撮って車から降りて、ああ、これはもう、これは絶対いいことある、これはいいことの始まりだみたいなあの、いいことは思い込んだ方が絶対にプラスになると思うから、それを目指して行動していけば絶対いいことあるって信じて、あ、虹見たし、やったと思った休みでしたね。なんか、なんだろうな、そう、それで、そんな風にこういろいろ自分磨きも楽しもうなんて思ってたら、ちょっとやっぱいいことがあったんですよ。そしたらメイク講座やってよって言われるようになって、友達に最初、あ、いいよいいよっつって、無料でやるよっつって、ダメだよそんな、ちゃんとお金取んないとなんつって言ってくれて、でも私別にプロじゃないから初めてのことだし、じゃあワンコインでみたいな、ドリンクバーを見ながらワンコインで教えるねって言って、そうメイク講座やるっつったら、みんな教えてほしいって言って、まあ学校行ってたんで多少なりともできんですけど、そんなプロじゃないからすっごいもうこうバッチリとかにはできないんですけども、こう楽しく女子会みたいな感じでメイク講座を何回かやっていけたら楽しいかなと思っております。まず第1回はここで開催するんですけども、でもそんなに大人数でやるとちょっとこう行き届かないんで、1回で多くても5人ぐらいでやっていけたら楽しいかなと思ってます。なんかね自分の特技はこう生かしてみんなに提供できるっていうのはすごく本望ですね。私なんかでそんな知りたいと思ってくれてんだっていうことがすごく嬉しいなと思った出来事でした。で、これからもあとやってって言われるのお料理教室とか、あとイベントを主催し、あれやってとか、あとコンパ主催してとかみんなに言われるんですけど、ちょっとずつこうワークショップもやりたいし、いろんなことを少しずつやって、今後も頑張るぞみたいな頑張りますえいえいおーってことで、84回もご観覧してくださった皆様ありがとうございます。またー。
本日もご来店ありがとうございます。お店の電話番号はこちらです。 Facebook でも遠藤涼子検索してね。お店の方にも来ちゃってね。